こんにちは。地域福祉課がお伝えする福祉の時間のコーナーです。今回は高齢者の在宅福祉サービスについてご案内します。最初に軽度生活援助事業についてご案内します。介護保険のホームヘルプサービスでは対象とならない屋内の清掃や草むしりなどの日常生活の援助を行います。機械が必要な除草やネズミやハチの駆除などの専門的な作業はこの事業の対象となりません。対象者は介護保険で要介護・要支援の認定をお持ちの方や総合事業の対象者の方で、おおむね65歳以上の在宅の一人暮らし高齢者の方および高齢者世帯の方などです。ただし介護保険の利用者負担割合が2割以上の方は対象となりません。1回2時間以内、月4回まで利用できます。ただし除草については年4回までの利用となります。次に一人暮らし高齢者登録制度についてご案内します。この制度は一人暮らしに不安を感じている高齢者を地域ぐるみで見守るための制度です。おおむね65歳以上の一人暮らしの方で、市に一人暮らし高齢者福祉票を提出することで登録となります。登録していただいた情報は見守りが必要な一人暮らし高齢者の方を地域で把握し支援するために活用します。また緊急時の通報や消防、病院、地域包括支援センターなど関係機関との連絡にも使用させていただきます。また一人暮らし登録をされた方のサポートをする高齢福祉推進員の登録もお願いします。高齢福祉推進員は一人暮らし高齢者の自宅を定期的に訪問するなど日頃から声かけや見守りを行っていただく方です。また民生委員の方と連携し一人暮らし高齢者を支援していただいています。高齢福祉推進員はご近所の方などご家族以外の方ならどなたでもなることができます。最後に高齢者等車椅子対応タクシー券交付事業についてご案内します。日常的に車椅子またはストレッチャーを利用している在宅の要介護高齢者などに車椅子等対応タクシーに利用できるタクシー券を交付します。このタクシー券は車椅子やストレッチャーに対応の介護タクシーにのみ利用することができ、一般のタクシーには利用できません。交付枚数は500円券が1ヶ月あたり6枚です。この高齢者等車椅子対応タクシー券交付事業と移送サービスとは重複して利用することはできません。また障害者を対象とした福祉タクシー券、福祉ガソリン券の受給者の方も高齢者等車椅子対応タクシー券交付事業を利用することはできません。また介護保険の利用者負担割合が2割以上の方は対象となりません。これらのサービスについて利用を希望される場合は地域福祉課または各地区センターに申請書がありますのでご利用ください。申請書は市のホームページからダウンロードすることもできます。詳しくは地域福祉課 51-6625 までお問い合わせください。地域福祉課からのお知らせでした。